ああ、来ていただけましたか。準備はできているので、どうぞ。ああ、しかし、やり方がわからないんだが。大丈夫、僕が隣でバッチリ教えますから。さあ、座ってください。ライブチャットならこのサイトがおすすめですよ。そのアイコンを2回クリックしてください。アイコン、これをこうか。ええ、これでライブチャットサイトにつながりました。女の子の写真をクリックすればチャットが始まりますよ。簡単でしょ。あ、チャットは普通にキーボードで入力してエンターを押すだけで OK ですから。それができれば苦労はしねえんだが。あ、この女の子なんかいいんじゃないですかね。よし、この子だな。ええ、入室できましたね。これでライブチャット開始ですよ。簡単でしょ。こんにちは、はじめましてかな。 おい、話しかけてきたぞ。大丈夫、普通のことですので。さあ、キーボードを打って返答しましょう。ああ、だがこういう時は何て打てばいいんだ。とりあえず挨拶や褒めから入ってみては。かわいいねとかプリーズとか。トリース、よくわからんが、それでいいんだな。チョリースと。失敗したか。はい、チョリース。おお、向こうも乗ってきた。意外と好感触じゃないですか。なるほどな。こうやって会話するのがライブチャットなのか。その通り。さあ、この調子でガンガン盛り上がっていきますよ。たのしいぜっと。私も楽しいよ。いやー、あなたってチャットのセンスありますね。女の子すっかりご機嫌じゃないですか。はじめはどうなることかと思ったが、慣れたらなかなか楽しいもんだな。そうでしょう。ですが、ライブチャットの本当のお楽しみは。え？他にも何かあるのか。それはですね。お、来ましたよ。楽しませてくれたお礼にサービスしちゃおうかな。うお、脱ぎ始めたぞ。おい、これどうすりゃいいんだ。これは見せてくれてるんです。ライブチャットとはそういうもんなんです。そうなのか。これがライブチャット。そうなんです。さあ、ここからが本当の始まりですよ。うん、おお、これはなかなか。なんと。もっと見せてって、打ってみてください。もっと見せて。ワンダフォー。これは、はあ、お疲れ様でした。どうでした、ライブチャットは。楽しかったでしょ。はあ、なんというか充実した時間だったな。まあ、お前がハマったのもわからねえでもねえな。でしょう。だが、浮気じゃないにせよ、彼女を放っておいてまでやるのは賛成できねえな。
実はその件についてずっと考えてたんですけど、僕一つの結論にたどり着きまして。結論？はい、僕には彼女なんて必要ないと思うんです。え？だって彼女よりもライブチャットの方が魅力的なんですもん。そう思いません？あんなすぐ怒るヒステリー女よりチャットレディの方が100倍優しいし可愛いし、そもそも彼女がいるとチャットする時間が減っちゃいますからね。だったら最初からいない方がいいんですよ。それならチャットし放題ですよ。いや、まあそうかもしれないが。よし、今日から心機一転、これからはライブチャットと共に生きていきます。では僕はチャットしに行くので、これでまたどこかでお会いしましょう。今度会うときはチャットルームかもしれませんね。ではでは。ああ。ライブチャット。恐るべし。